フランシス・ベリーはアイルランドの元騎手。日本での騎乗当初はフランベリーと報道されていた場合もあったが、その後は現在のフランシス・ベリーに統一されている。1996年、アイルランド騎士免許を取得。2008年、85勝を挙げ、アイルランドリーディング2位となる。2009年11月、アーガー・ハーン4世。 ジョン・オックス級者の主戦騎手となる。同年は73勝を挙げ、リーディング3位。2010年8月7日、シャーガーカップにアイルランド代表の一員として出場。最多ポイントを獲得し、チームを優勝へと導いた。9月11日、パスフォークで、ビンセント・オブライエン・ナショナル・ステークスを勝ち、G1 初制覇。11月、アーガー・ハーン4世。 ジョン・オックス級者との主戦騎士契約が解除される。両者は新たに、ジョニー・ムルタと契約を結んだ。同年は88勝を挙げ、リーディング2位。またこの年、12月18日から12月31日までの期間で初めて、日本中央競馬会の短期騎士免許を取得。日本での重賞初騎乗となった12月19日のアサヒフューチュリティステークスでは、 4番人気のリアルインパクトに起乗し、日着に入った。12月25日、中山競馬第8競争をサイオンで勝ち、日本での初勝利を挙げた。2011年1月5日から2月4日までの期間で JRA の短期騎士免許を取得し、前年末から引き続き日本で起乗した。その後、2月5日から3月4日までの期間、 10月29日から11月27日までの期間で再度短期機種免許を取得。しかし11月20日の東京競馬第12競争で、馬場入場後に騎乗場から振り落とされ負傷。右足関節脱臼骨折と診断された。アイルランドでは50勝を上げ、リーディング4位だった。2012年、アイルランドで41勝を上げ、リーディング8位となる。 2013年1月5日から2月25日までの期間で JRA の短期機種免許を取得。1月20日、アメリカジョッキークラブカップをダノンバラードで勝ち、日本の重傷を初制覇。しかしこの際、最後の直線コースで内側に車行し、トランスワープとゲシュタルトの進路を妨害したことについて、1月26日から2月10日まで、 実行6日間の起乗停止処分を受けた。翌1月21日には、形成敗をフェームゲームで勝ち、2日連続の重賞制覇を果たした。アイルランドでは42勝を挙げ、リーディング7位だった。2014年1月5日から2月23日までの期間で JRA の短期騎士免許を取得した。 2016年シーズンにより、イギリスのラルフ・ベケット調教師の管理場に起場する。これに伴い、アイルランドからイギリスハンプシャー州に移住する。2019年1月、落馬事故により、脊椎を損傷。その後リハビリを続けていたが、復帰は叶わず、2019年4月1日に、機種生活の引退を発表した。ありがとうございます。